日本東京都港区アタゴアは東京都港区の町名。現行行政地名はアタ一1丁目及びアタ二2丁目。芝地区総合支所管内にあたる地域の一つである。郵便番号は105-0002。町名整理以前には芝アタ町、芝アタ下町等の町名が存在し、現行のアタ一1.2丁目よりも広い地域にアタの地名が付されていた。 町域内の大部分を、あたご山が占めている。あたご山と東京都道301号白山祝いだ、田町線に挟まれた定地は、住宅密集地となっていたが、現在では、再開発が行われあたごグリーンヒルズなどとなっている。当地域の詳細については、あたご山の項も、参照のこと。江戸時代には、あたご山を中心として、北端の武家地を除きほとんどが寺院で占められていた。 北から順に、新福寺、長久院、新洋院、玉造院、薬師寺、鏡寺院、万造院、こ小典葛ら院、普賢院,院、金剛院、あた山人道をまたいで、炎福寺、銀窓院、考えとぶき院、伝送院、新願院と、微小な寺院が失癖し、そして清少寺、清流寺と続いた。このうち新福寺、清少寺、清流寺は現存し、 考えこと武器院、新岩院、伝送院は、あたごうちで移転存続している。また、表通りを、あたご下広工事、北の通りを、鎧工事、南の通りを切り通しと呼んだ。2019年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 アタゴグリーンヒルズ NHK 放送博物館、アタゴ地内に、鉄道は通過していないが、最寄り駅として、都営地下鉄三田線おなりもに駅や、東京メトロ、日比谷線上谷町駅が利用できる。アタゴ1丁目、アタゴ2丁目の東側を、東京都道301号白山宿電電町線が、南北に通過し北は、岩井田橋、九段下方面、南は、芝公園、 赤羽橋方面へ伸びている。また、あたご二丁目の南を日赤前通りが東西に通過し東は小成門、浜松町方面、西は上谷町方面へ連絡しており、あた下通りと日赤前通りがあたご二丁目南東の交差点で交わる。ありがとうございます。